おはようございますと挨拶しましたが、今日の同様の新種何のネタか私聞いておりません。上田市にいますけども、後ろをご覧ください。ニュー上田、新しい上田何でですかこれ。上田市内のこうレトロな場所を集めたような感じ。 QR コードをこれ読み取ります。インスタグラムですね。タイムトリップニュー上田、観光ガイドには掲載していない上田市の知られざるディープなスポット情報を発信、観光協会の取り組みなんですね。ニュー上田をとことんとことん巡って体感してみようかなと。なるほど、行きましょうか。ニュー上田、こういうのっていくつになってもいいご褒美ですね。若い子でレコード買いに来ましたっていう人も結構いますよ。黒はすごかった、ありがたいですね。街の中にあるっていうことがすごい重要な。ニューウェダについて詳しい方をお呼びしております。あ、仕掛け人ですか、はい、お願いします。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ニューウェダの T シャツ着てますよ。アピールする気満々じゃないですか。ちょっとせっかくなんで、はい、おすすめの場所を連れてってもらってもいいですか。わ、はい、かりました、ご案内します。上田駅から通じてくる中央2丁目の交差点です。この交差点にもあるんですか、おすすめ。そうですね、こちら の喫茶店なんですけれども、甲州屋さんって言っていう感じの雰囲気で、ちょっと聞いてきます。すいません、あ、突然恐れ入ります、はい、ニューウェダっていう観光協会さんが紹介された、はいはいはい、取材させていただけないかなと思いまして、はい、快諾でございますので。中がレトロですよ。マスターすいません、突然来ちゃいました急に来ちゃいました急に来ちゃいました素敵な空間ですね。素敵ですよね、本当に。ここから街並みも見渡せさりして、はい、すごい立地の場所に。はい、インスタグラムではどんな商品を。ミルクセーキとホットケーキだったかな。全部いっちゃいましょうか。いっちゃいますか、はい、ぜひちょっとお願いしてもいいですか。あ、どうぞ、はい、はいはい、そもそもこのニューウェダってのはどういう経緯で始めたんですか。そうですね、昨年から始めたんですけれども、若者にレトロブームっていうのがありますので、上田市出身のモデルの中澤ひとみさんという方がいらっしゃるので、その方をモデルにして広告ビジュアルを作りました、はい、でそれを首都圏の交通広告に掲出したりですとか、インスタグラムのニューウェダアカウントで若いターゲットにも上田に来てもらえるんじゃないかなっていうことで情報発信を続けています。このお店はいつからやってるんですか。昭和38年からですね。ご自身で始めたんですか。いやいや、私 の父と母ですね。あ、そうですか、はい、あれカクテル、ミルクセーキ、そうです、ミルクセーキとクリームソーダ、どっちがいいですか。私はミルクセーキが好きです。あ、じゃあ私はクリームソーダをいただきますこのグラスもまたいいね、うん、じゃあいただきましょう。はい、来ましたのでいただきます。失礼します。どうですか。いや、すごい美味しいです。昔懐かしい味がして、なんか一気に飲めちゃいますね。クリームソーダ美味しいですわ。こういうのっていくつになってもいいご褒美ですね美味しい。その瓶素敵ですよね。素敵ですね、気泡がこう少し入ってる感じの。今もだいぶテンション上がってますけど、なんか、うん、美味しい、うん、4人掛けの席に2人で座って気づいたんですけど、やっぱり今のファミレスとかと違うんですよね、サイズ感とか距離感が。すごくこう距離が近くファミレスとかよりも感じるような。確かに。でカウンターもそうなんですよね、
お客さん同士の、あるいはお客さんとお店同士の距離が近かったりして、なんかやっぱりそういう空間自体で今と違う時代のこう、そうですね、空気言われてみると感じますね。なんか初めて2人で喫茶店に来たカップルみたいな一気に距離が縮まった感じしますね。確かにこのテーブルやっぱちっちゃいですよね。そう、うん、2人してお互いを見ないから変な、そうどちら出身なんですか？もうすぐそこの人がいらっしゃるところが上田デパートです。上田デパート、はい、昔何店舗かここの中に入ってて、それでなんか上田デパートって言われてたようなんですけど、メロディーグリーンって言って、あの古着だったり古いレコードとかを置いてたりします。取材ウェルカムでございます。今は衣料品とか、もうそうですね、いろんな古いレコードやら、世界のこのなんだタバコ、お香、そうですね、タバコとか、あの上田デパートっていうのがあそこに書いてありましたけど、ここはデパート、ね、あのデパートって戦後ね、戦後日本各地になんとかデパート、なんとかデパートってあったね、はいはい、当時は、まあ、雲の町マーケットとは言ってたけども、上田デパートっていう名前でお店がいっぱいこう入っていて、何軒あったんですか？最大で55軒あったっていう時、この中に55軒、まだ奥まであったんだけど、今カーテンでちょっとね仕切ってあるけども、ここ突き抜けるまであって、1店舗はそんなに大きくないって、うん、1店舗はだから手広げただけっていう風なことを聞いたことあるんで、そんな感じのお店を戦後作ったみたいですね。昭和36年に建て替えたけれども、もともとは昭和22年にオープンしてるから、ここで商売を始めたっていう人が、スタートが、で、あの移転したりとか、外へ出て、それでまあ一軒のお店を作ったっていうね、そういうお店が何軒もありますよ。このメロディーグリーンというお店自体はいつからやってるんですか？ここはね、81年輸入版のレコードと貸しレコードをやってたんだけどね、まあ、その名残がちょっと残ってるけれども、今またねレコードも、あ、そうそう、こう急に人気になってきましたもんね。そうそう、若い子もねスマホしか知らなくて CD も買わないっていう子が増えてきたんでね、そうするとその前のレコードはもうね想像もつかないような世界だから、親御さんやおじいさんなんか持ってたのが家にあったりするでしょう。まあ、プレイヤーも動かなくなっちゃってもね、だから若い子でプレイヤー持ってないけどレコード買いに来ましたっていう人結構いますよ。ああ、そうですか。ね、ジャケットとかで、そうなんです、そうなんです、部屋に飾っておくって、部屋に飾って、だから、あ、時代だなっていうふうに思いますよねさあ、上田の繁華街、そうですね、もういろんなスナックとか飲み屋さんが集まっていて、こう看板がたくさんこうずらって並んでる、この景色がすごく珍しくて、頭上にありますもんね。そうですね、結構写真スポットでも人気ですね。あの今やってないお店の看板も残ってるし、そうですね、今やってるところもあり、はい、ほら頭上にはみ出してます。急にアート作品のような、そうですね、モザイクアートですかね。これあのインスタグラムで紹介してるんです、あの絵を。これ今もやってるんです？やってます。夜になると明かりがついてやってますね。積み木さん、いや、スナックの看板を撮るロケってあんまないですもんね。こうね、脇道とかもこう楽しいですよ ね、 よ、横丁感がね。ニューウェダの店って
あの店先がシートのお店が多いですよね。シートじゃないですか。公衆屋さんもそうだし、ああいうのもあれなんて言うんですかね。なんて言うんでしょうね。シートのあれ。でもほらあれもそうじゃないですか。やっぱり赤いやつ。シート製。お、ここもはいレトロな。ここはそうですね。ニューウェダ、ニュービーナス。なかなか入りづらい入り口なんですけど、もう入るとすごいオアシスが待っていますので、ぜひ行ってみてください。行ってきます。一緒に行かないですか。行きます。行きましょう。なんでここでお別れするんですか。一緒に行きましょう。行きましょう。あ、ニューウェダのステッカー貼ってくれている。ニューウェダの掲載店舗ステッカー。OK です。奥にどうぞということです。はい、レトロでしたよ。レトロです。レトロですね。レトロです。失礼します。こんにちは。こんにちは。いろんなものがいっぱいありますね。 これはもう昔のゲーム台をテーブルにしていまして。レトロ喫茶といえばほらゲームテーブル。さすがにもうつかないかな。そうですね、もうつかない。メニュー大きい。お店で人気なのは焼肉定食とかハンバーグ定食。私は鉄板ナポリタンで。焼肉定食いきますか。背後から撮ってますんで。あ、隠れてるんですか。ちょっとあっち向いてくださいよ。鉄板ナポリタンでお願いします。はい、僕焼肉定食お願いします。はい。はい、はい、少々お待ちください。あ、かわいいんですよ夫婦が。あ、これあれですね、ニューウェダの。そうです、ブロマイド。自由にお持ちいただくように。観光協会がこうやって取り上げてくれたのはどうですか。はい、こうやって、だいぶ助かっております。東京へ行こうにやっても来る人いないんじゃねえかとは思ってたんですよ。はい、そしたら来るは来るはすごかったんです。え、来るんですか。え、すごいんですよ。あ、そうですか。寄ってくれてね、ありがたいですよね。お店自体はいつから。もう50年ぐらいになります。お客で入ってたんですよ、母ちゃんも俺も。人数足んないな、混んだ時とか手伝ってたりしたら、あとやってくんねえかって言われて、ここで行ったらやりたいって言うから、勤めもやめてこうやって、それでやりだして、ずっと。それでご夫婦でやってるんですか。はい。焼肉定食でございます。すごっ。おかずがなんかいっぱい。ご飯も盛りできましたね。きた、ありがとうございます。いただきます。うん、おいしい。うん、おいしい。喫茶店じゃなきゃ食べられないですよね、鉄板ナポリタンと。うん、卵が下に敷いてあるところがポイントで、これがこうパスタと絡めてこう食べると美味しいんですよね。自分の行ってる好きな店が広がってく、拡散していくっていうのは嬉しいんじゃないですか。面白いんじゃないですか。嬉しいですね。この店本当にプライベートでいつも来てて、はい、常連なので、そういうお店も、まあ、なんか知らない人に知ってもらったりとか嬉しいですね。結婚してから2人で来てたりしたってことですか。あ、その前からもう別々のお客で来てて、でいつの間にかこうなって、それでここを始めた時にはもう一緒になってたけど、本当にある意味ここが2人の人生のこうきっかけになった場所でもある。そうですね。
お客さんの時に。これから夫婦でどんな店にしていきたいですか。美味しかったっつって言って帰ってもらえればいいと思います、うんうん、毎日来ていただいても飽きないと思います。来てください。なんちゃってこのメニューの量はそうでしょうね。飽きない本当に、うん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、こっちへね。じゃあ続いてこちらの上田映劇、ここもあの100年以上の歴史がある古い映画館でして、ここもおすすめなのでぜひ見ていってください。これはすごい歴史が。そうなんです。全部木造で確かできてて、はい、上田掲載店を取材してまして、はい、撮影させていただければと思うんですけど、はい、すいません、はい、よろしくお願いします。ここが入り口ロビーですね。入り口ですね。こんにちは。あ、この床材、階段が歴史を感じますね。おお、この看板とかもいいですよね。いいですね。オベンジュ。オベンジュ。これほら、ベンチになってるんじゃないですか。本当だ。すごい、ちょうど椅子になってますね。うん、これもなんか。でもちょっと歴史がありそうですよね。これも。あった。これはどこなんだろう。外かな。そうです。これ外、バックが外観で、これ今上映してる作品のそれぞれあの。ハンコがあるんですよね。そうなんです。こんな感じでハンコを作成してまして、こう鑑賞記録用に各映画。あ、そうなんですよ。だってどんどん新作やるじゃないですか。そうですね。なのでこう公開されるたびにあの新しく作っていて、こんな感じだと手帳を販売していて、これを鑑賞記録用に押して御朱印帳みたいな感じで集めてもらうっていうサービスをやってますね。見た作品がこれで分かるわけですもんね。パスポートみたいな感じで、はい、パスポートやスタンプラリーみたいな感じで。これ今まででどんぐらい数あるんですか。今もう、2017年の冬からあの作っていただいてるんですけど、今で800個ぐらい、はい、数は基本的には新作を、はい、上映してるんですけど、こうたまにあの古い旧作とかフィルムの上映をやったりとか、そういうこともありますね。建てられたのは今から105年前、大正6年に建てられた劇場で、もともとは芝居小屋として建てられた劇場なんですけど、昭和に入ってから映画館として、運営しているようになって、で今に至るという感じですね。シネコン全盛ですけど、そういう中でのこれから求められる役割みたいなってどんな風に考えてますか。そうですね、やっぱり映画館としてもそうなんですけど、こう地域のこの街の中にあるっていうことがすごい重要なというか、シネコンとはまた差別化を図れるところの強みだなっていう風に思っていて、うん、公共の施設みたいな感じにこう映画館をこう皆さんに使ってもらったり、まあ、映画を楽しんでもらうのもそうなんですけど、こう地域とか、街にこう開いた劇場にしていきたいなっていうふうに思ってます。まだまだあるんですよね。そうですね、本当はまだまだありまして、この近くですと老舗の和菓子屋さんで玉木屋さんってお店があるんですけど、どら焼きの間にマヨネーズと羊羹が挟まってるっていうとっても美味しくって、あとこっから車で10分ぐらい行った真田地域っていうところにの大盛りパスタが名物のキミックさんってお店があったりしますね。これからも紹介したいお店もありますし、まあ、また新しく見つけていってどんどんインスタグラムで発信できたらいいなと思ってます。どっちがこう、よろしくお願いします。どっちがこう最初に恋愛対象として意識したなんでそんなこと
真面目に騙されたみたいな。何騙された？すげえこと言う。17違うよ。え、嘘。そうなんですか。大変なんですよ。俺は店マスターのとこ手伝ったりしてて、には近所の商店勤めてて、お客さんで来てて、ワイワイとな。変な親父がいるなと思ってた。いつかこうなっちゃった。数え切れない年数経つけど、喧嘩一回もしたことないんです。喧嘩ってこのぐらいじゃないと喧嘩できないんです。こうだから。絶対使わない。やめてください。本当使って大丈夫ですか？大丈夫です。YouTube だったら。大丈夫です。大丈夫です。ありがとうございます。みんなが放送でも大丈夫。え、ちょっと待って。私が怖いっていうことかね。違う違う。そんなことないよ。考えすぎだよ。